何やってるんだ、マジで。ずっと家でギターを。あ、ほ、れつした。高がすぎる。ちょっと待って。いや、今回でも情報が多すぎる。夏の思い出作り。 アニメリアクターの在前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、ボチザロック第9話見ていこうと思います。はい。というわけでやってまいりました。ボチザロックボザロですね。今回も楽しんでやっていこうと思いますけれども、もう第9話なわけですよ。もう12月に入り、もうどん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 このアニメが終盤に向かっていくと思うとかなりかなり寂しいと思う。もう本当にね、やっぱりね、序盤はまだ序盤だ、まだ序盤だと思っているけども、やっぱり中盤になったら一気に駆け進んでいって、まあ、ボチザロックに関してはね、 終盤もかなり濃密だったわけなんですけれども、もうあっという間に終盤に入ってしまっているわけなので、まあ、前回ライブをやって打ち上げをやって、まあボッチ、ぼっちザロックを聞かせてというタイトル回収までしたので、こっから先どういう風にまた結束バンドが方向性を決めていくのか、いろいろ注目していきたいところですね。まだまだバラバラなように、どん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 結束していくとか。それでは見ていきましょう、よーい。スタート。さて。 終わ、終わらなかった <laughs>。はい。お盆。そうね、宿題とかは、ん欠かさず練習、まあ。一 <laughs> 日一日を。あ、こうやってずっと練習してるんだ。そら、うまくなるわな。 本当に充,充実してる。ギター充実してる。<laughs> 学校行ってるか行ってないかのさ。うん。ああ、<laughs> 違う、そうね。違うね。 ああ。さあ。ああ、遊びたいんだ。外向きな感情が出てきてる。北ちゃんあたりが誘いそうだけどね、でも。うん。あ、そうね。<laughs> や,ばやばい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 。伸びた空き地がある。あら、にじかちゃん、アホ毛。 相談してみようか。でも、一対一のコミュニケートってまだりょうちゃんとにじかちゃんぐらい、あ、でもあるか、一応。あはははは、そうね。あらあら。あははは、圧倒的受け身。ギター付けの、んええ、NHK 始まったんだけど。はいはいはい。 うん。あ、時間の流れがうんぬんかんぬんうん。うん。ここ休日の俺。用なしだ。あやばいもう、新学期が受け身だったら。 はっはは !30 日になっちゃった <laughs>。お姉ちゃんは今日も。あのー、妹の日記を先生が読んだらお姉ちゃんのこと心配するんじゃないか、担任の先生が。二人ちゃん。そう。この、このリフだね、やっぱり。あのバンドに近いの。聞いたことあるなと思ったら。 かっこいいなぁ。でもそれ上手くなるな1一日中ギター弾いてんのか休みの日。しかも6年だっけ中学入ったあたりからだから。そら、キャリ、キャリアというかレベルは違うわなラーセー。 難しいよなにじかちゃんはにじかちゃんでやることありそうだし、りょうちゃんはりょうちゃんで、なんか気ままに一人で、なんか遊ぶのが楽しいと思いそうだし、きたちゃんはきたちゃんで、もう引く手はまただしないいなぁ、でももう。 ぼっちじゃ裏切らないのがいいな。なんか <laughs>、成長したような気がしているけれども、やっぱり小、コミ、コミ力の面ではあんまり成長が見られていないところがいいな。うん。遊びたいと思うように外向きにはなってるけれども、一歩踏み出せない。レベル100からレベル99ぐらいのコミ力になってきている。んわからん。<laughs> 江ノ島エスかレッツゴー。あらはは。ドロドロになっている。 それいつもじゃない。はははははっんうん。はははっやばいんなにあれどれ 何やってんのほんとに <laughs>。何やってるんだマジで。気候がすぎる <laughs>。あ。うん。 あら、いいじゃん。あら、かわいい。あはははずっと家でギターをあははは ポジティブに捉えてる妹は。あ、開けてる。お。あそうね。<laughs> うん。あやっぱり。ああ、まあ、確かに。確かに。まあ、そうね。あら。 忙しい。まあ、りょうちゃんはな <laughs>。誘ってない。<laughs> もうぼっちちゃんがぼっちのまま。結束できてない。ちょっと待って待って待って,待って、木管を <laughs>。お、いいじゃん。顔が <laughs>。 やばいな。思い出作ろうよあ。あ泳ぎたかったの <laughs> そういうわけではないな。そうね。海っぽいことはできるよ。 なにあ,あ始まった劇場が <laughs> おアハハハハギターくん <laughs> あっアハハハハハ トロピカルラブ。ああ,あぼっちちゃんの取り扱いが難しくなってないかそうね。早く充実させてあげないと。あらーなあトロピカルな音楽が。 そうね、エクトプラズムを早くしまうんだ。あははは死にかけておられる。ほんとに。学校が嫌いなのかなまあ、そうね。ああ,あ、そうなんだ。はぇ でも、下北高校。そうね、確かに。りょうちゃん。ええー、でもいい、ああ。親がいい教育を受けさせたい系か。あはははすげえな。ルカみたいな。そうだ、でもできちゃうんだろうな。 あはははいや、もう、ところてんただ、抜けている。頭がコロコロしてるあら使おうパッカッションにあれ、家から近いって、ルカワだっけ宮城だっけ あははは死んでる。ねえ、すごい面白い子だよね。ああ、文化祭か、次。あははは、なんか、け、ケアしに来てるみたいになる。何を吐き出してるんだ。あ、作ろう。 あらあははは自由だなぁ。ほんとに情報が多いな、このアニメは。ほんとに、おんなんだお海だいいよね。たまに海行くといいよなぁ。<laughs> 海の匂いで復活した <laughs> そうね。いつぶりっていうか、どのくらい、んああびっくりしたやばい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 、天敵リアルパイピやばいやばいあはははあは、破裂したどこ行くのどこ行くのちょっと、気候がすぎる。ちょっと待って。2D になってしまった。 やばいやばい。バイブス上げて、こう、パリピが。あら、タコ船マジでツッコミが追いつかない。見てて。ああ、一トンもなんだ。有名だけどね。美味しそう。ああ。りょうちゃん、グルメだよね、結構。 いいな。自撮り棒を持って。そうか。広報大臣だもんな。オーケー、いいな、かわいいみんな。フォローします。いいね、いいね、いいね。重ひあ、泣入ってる <laughs> ほんとよ。 まあ、け、<laughs> ま,あま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 あ、まあ一段落蹴りがついたならいいんじゃないですかね。さて、汗をかいている。大丈夫かまた遊ぶ系江ノ島神社わあ、すごいな。しんどそう。すごいなあははは。 あなんだあかわいいきたーんしてるどん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 こ光を蓄えてる陽気からパクッとサングラスをしていた。すごいなあバイタリティが。ほんとにすごいなあ もうぼっちちゃん、りょうちゃんはローエネルギーだろうからなぁ。<laughs> 疲れるだろうな。はっているお前垂直じゃないか、あれ。登ったことないけど、すごい大変そうだね。ああ !S か エスカーって何エスカレーターなのあ、やばいあ、やばいあははは さあ、<laughs> ちょっと釣り合ってない <laughs>。どこから持ってきた <laughs> あ、でも一本欲しいなあ <laughs> <laughs> あー、エスカレーターなんだ。そうね。あはははなんか <laughs>、ベーシストにお金を <laughs>。 ベーシストにお金を貸しすぎだ、ぼっちちゃん。ヒロイさんからも電車賃返してもらったのか <laughs>。すごいねーあヨウのヨウのオーラがあはっ <laughs> ハイになってる。エスカーハイだ。んやべ。トロピカルラブ <laughs>。おいお、はい。あ、ちょっと爆鹿しないといけない。<laughs> やばい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 。そういう洋のオーラに当てられると、やっぱり爆発してしまう。こちらが爆発してしまう。 すごいな。エネルギッシュだな。北ちゃん。うん。ああ、え、そうなんだ。そういう話なんだ。バベルの塔って。 あははははどっちかっていうとでも本当に。そうね、にじかちゃんも結構、なんかアクティブな方かと思いきや、のんびりだね。確かに。あはははどんどんお金を。あー、夜、花火 あ、トンビあ、いいね、しらす丼いいですね。めちゃくちゃ食べてるんだなアイスを。なんだトンビってこういう風に鳴くのあ。やばい、ぼっちちゃんがどんどん暗くなってて、トンビが集まっている。 あはははは狙われているあはははは舐められすぎだ、もちちゃん。ああ、やむちゃん。完全に自爆された。もちちゃん、大丈夫かあはははそうね。<laughs> 江ノ島弁財天へーいいな行ってみたいなぼっちちゃん。 なんかもうぼっちちゃんのお母さんになってるなお姉ちゃんになってるないいねいいねいい子いい子いいなー前向きだ。 あははもう。欲 <laughs> にまみれている。煩悩を神に押し付けたな。ああ、藤沢なんだ。小田急線。 小田急線大学の頃よく乗ったなぁ。いいね、しらす丼。そうか、神奈川県かあらぁ。終わってからそうなるんだよね。あらあらあはははは エネルギー種すごいなぁ。<laughs> うわぁ、いい考え方。チャージにローファーか。 あらあ頑張ろうぼっちちゃん夏休みえやばいやばいや <laughs> 登校初日でこれである ああ、動きすぎたのかあら地味変。あらあはははちょっとぼっち無双すぎるんだけど。おあそうした。ステージ募集お新しいんじゃない あれこれってなんか、流れてなかったっけ違うかいいねえ。北ちゃんめっちゃ可愛いなーいや、今回でも情報が多すぎる夏の思い出作り。ぼっち無双すぎる夏の思い出。 りょうちゃんはとりあえずお金を返したほうがいい。このままじゃベーシストの地位が危ない <laughs> かわいい。なんかで聞いたことある気がするな。これもまた、なんかで流れてた。なんか挿入歌かなんかになってなかった いいね。でも文化祭あるぞ。だって、あれだもんね。スローループの文化祭にも出てたもんね。結束バンド。びっくりしたわ。スローループ見せたら結束バンド出てきて。うんーんうーわー。いえいえいえ。最高。さあ。なんだ。アフターアフターダーク。 オオッッケーケーオッケー,オッケーはい。というわけで見終わったわけなんですけれども、夏休み最終日も相変わらずのぼっち無双すぎてちょっとびっくりした。<laughs> なんか、日常パートがね、全体的に情報量が多いんですよね、この作品 <laughs>。 なんかさ、ライブシーンとか、このなんか、見せたいシーンは、キュッとしてるんですよね、メッセージが。メッセージだったり、こういうのを見せたい、表現したいは、キュッとしてるのに、急に日常パートになった瞬間、もう、あっちゃこっちゃから、この、画面内で情報が飛んできて、もうちょっとね、突っ込みが追いつかないじゃないけれども、もう、どこを見たらいいかわかんなくなるくらい、情報量に溢れてるんですよね。急にりょうちゃん、もうだって、テンポがめちゃくちゃ速いわけですよね。あー がベースを売ったかと思いきやぼっちボチちゃんお金を貸してるしお金を貸したかと思いきやキタちゃん輝いているしみたいな急にパイプ現れるしボチちゃん破裂するしトンビに襲われるしっていうところで <laughs> どこを拾ったらいいかわかんないくらいもう情報量の洪水ですねこの作品はいいな面白いな <laughs> いやーでもいいなー、ぼっちちゃん。いやーでも成長してるのかなっていうぐらいではな、今コミショード100からやっと99になったぐらいではあるけれども、徐々に徐々に外向きに感情になっているけど、外向きな感情になっているのにも関わらず行動できない自分でさらに深くぐんって沈み込んでしまっているのが <laughs>、さらにやばいことになってるし、いやでもいいよね、やっぱりなんか、 なんか、聖火さんだっけな、名前忘れてた聖火さんだよねお姉ちゃん。お姉ちゃんがさ、やっぱり結束バンドの外から見てるからさ、ぼちちゃんをこう外から見守る形でさ、しっかりなんかこうケアしてあげてるのがいいよねなんか。やっぱりこの結束バンドで近すぎて気づかないところも気づいてあげるっていうところ。なんか、そこら辺はしっかりお姉ちゃんしてあげてるなって感じがいいんだよな。いやー、いいよな。いや、にじかちゃんとさ、お姉ちゃんのお話も読んだんですよ。あれー見ちゃうとやっぱりスターリー大きくなってほしいなって思っちゃうし、 いやーなんかお姉ちゃんしてあげているあの聖火さんを見るだけでねすごいなんか心にくるなというふうに思っているわけなんですけれどもいやーいいですねいいですねどうなっていくんだろう次文化祭ではなまた新曲聞けちゃうのたまんなくないっすかい,やいいいやっっすかこんなにもらっちゃって いやあ、いいですね。いいですね。いやー、いいですね。皆さんもスローループの第8話か第9話かな第10話だったかなちょっと忘れちゃったんだけど、あの、文化祭やるお話があるんですけど、そのカットで、あの、結束バンド出てるんで、もしね、D アニメストアとかで、こう、登録してるよみたいな人がいらっしゃったら、スローループをね、見てください。僕あの、今年一番推しているキララアニメスローループなんでね、あの、スローループに、あの、ボチザロックの結,結束バンドが友情出演してるので、ぜひ見てくださいというところで。いやあ、いいですね。次 文化変だなぁいやいいないいないいな多分でも制服は違ったから多分違う高校ではあるんだろうけどねああいやいいですねいいですねなんか全員の癖が強かったな今回もうなんかどこを処理したらいいか分かんなくなるぐらいなんか本当にボケの量産体制っていう感じでもうバカ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 大量生産されていてとんでもないことになっていたけれどもりょうちゃんはとりあえず本当にお金は返そうマジでいやひろいさんとりょうちゃんとかいうベーシストはお金がないものみたいになってしまっているでもお金も なんだよね多多分多分お,お父さんお母さんのあれなんだよね。多分お金かなんかで進学校通わせてもらってるんだろうな。もうちょっとりょうはちょっと学校だけはいいとこ行かせないとみたいな。どん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 ベースが入っていっちゃうからみたいな。もう完全にところてんのようなりょうちゃんもね、また可愛いなと思うし。いや、いいよね、でもね。なんかぼっちちゃんとりょうちゃん似ているけどね。なんかりょうちゃんは一人を苦にしないタイプだけど、ぼっちちゃんはね、一人だとやばいやばいって危機感抱いちゃうタイプだからね。あー なななななかかかかににんか個性的なメンンツが揃ってていいいいいる結束バンドをこれからも応援していきたいなという,ふうに思いますはい、というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。うわ、ぼっちちゃんとか、<laughs> ぼっち無双、きたちゃん、きたん、かわいいとかね。いろいろコメントお待ちしております。いや、もう、情報量の洪水、もう、いろんなことが起きすぎた、江ノ島、江ノ島観光江ノ島旅行でしたけれども、まあ、今回、めちゃめちゃ面白かったので、次回も楽しみにしていきたいですね。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、ぼっちザロック第9話 でしたバイバイ。